ヒメカンスゲは小型で常緑性のスゲである。スゲ類にしては目立つ花をつける。ヒメカンスゲは単子葉植物、カヤツリフサカスゲ属の多年生草本である。スゲとしては小柄で、三冠ではごく普通に見られる。名前はヒメカンスガで、カンスゲに似て小さいことから。葉は硬くて細長く、幅は2から4ミリメートル、新緑で、艶がある。 円はかなりザラつく。常緑性。少数株が集まり、地下か地表に補服形を出す。根元の鞘は紫に色づく。家系は高さは10から40センチメートル。先端の頂きコボはオスコボで、黒か色から褐色でやや太い楕円形。その下には互いに離れて数個のメス小ボが出る。その基部にあるツトは鞘状で、先端部は針状に尖る。 鞘は紫っぽく色づく例が多い。メスコボは細長い線形で、下部のものははっきりした柄があり、斜め上に向いて出る。小花はややまばらにつく。花砲は通ら状態型で、先端は短いくちばしとなり、やや反り返る。輪ペンは紫褐色で、花砲より少し短い。かなり早い時期に咲く植物である。3月から4月。 他のすげるよりも早くに花が咲く。特に家系先端のオスコボは、薬が多数突き出るが、これがやや、黄色みが強く、細長くて、大きく、黄色い房のように見え、小柄ながらも他のすげ類よりよく目立つ。生育範囲は広い。人里にはあまり出現しないが、里山の林園から、宮間まで、日向の斜面から、渓流の周辺まで見られる。山間部では、 棚田のあぜ斜面に出現する例もある。日向では葉を地表に広げた姿で見られ、日陰では長く葉を伸ばし、やや立ち上がった姿も見かける。ただしその姿には変異も多い。小さな株が集まって、群落を形成することが多いので、目につきやすい。特に傾斜したところによく見られ、岩の上に出ることもよくある。北海道から九州までに広く分布する種で、この他に、 チェジュ島から知られている。変異の多い種である。生育環境も幅広いから、葉の幅や捕復形の様子などにかなりの幅があり、細い葉をやや立てて出すものと、少し幅広いものをロゼット状に出すものでは随分見かけも異なる。セット内海沿岸地域の低地には、染色体数の異なる集団があり、セト内型と呼ばれている。分類群としての名はついていない。 瀬戸内型の方が全体に柔らかで、鞘などの着色も薄い傾向がある。雌花の輪ペンや下方が赤く染まるものをベニカンスゲと呼んで区別する向きもあるが、はっきりと区別できるものではないようである。類縁の近い本文字スゲ類やミヤマカンスゲの中の小柄な株はよく似て見えることがある。また、この類の中には輪ペンが緑のものが多い中、 臨片などの着色が強く、そのため同族ではあるが、やや、桃園とされる、少女菅などの小柄なものも紛らわしい場合がある。このほか、以下の種は特に姫冠菅の変種や近縁種であると、言われる。分類上は、蒸気の冠菅や宮間菅菅、あるいは、青菅などとともに、芝菅節、あるいはぬかすげ節,節に含める。この種は、花が目立つことで知られる。 一般に、スゲ族の花は地味で、普通の人から見れば咲いているのかいないのかもわからない、ものが多い中、この植物の場合、先端に出るオスコボからは、溢れるほどに薬が飛び出し、はっきりと黄色く色づくので、かなり目を引く。他にまだ花の少ない時期のことでもあり、注目度も高く、多分ネット上の花の写真数では、カンスゲやカサスゲなどの名の通ったものに次ぐ勢いである。 ただし、そのために、花時の写真ばかりが出回り、同定が不確かな例が見られる。杉族の同定は、果実が成熟した状態での花工や、果実の形態などが重視されるため、花が咲いている時点では種を同定するのは難しく、比較的わかりやすいこの種であっても、近似の別種が混同されている可能性が高いし、その場合にもそうであるかどうかの判断ができないことが多い。 逆に、知名度の点から、よくわからないものをンスゲとしている例もあり、注意を要する。ありがとうございます。